デドラ何やってんの君。え、そんなことある？これ当たっちゃうんですよね。まあクイーンが今ちまちま頑張ってくれてるんですけど、これ当たってもよくねえんだよな、マジで。うお、さすがアビさん、クイーン倒してくれた。皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのが、はい、作っちゃいました。クイーン B のアビリティさん。で、今回ですね、ハンデキャップじゃなくて、トロフィーやります。ハンデキャップもクイーン B もね、やろうかなって思ったんですけど、ちょっと忙しくてね、できなかったんで。はい。あれ？嫌な予感がする。嫌な予感がするんですけど、あ！アビリティさん！あと2時間で出来上がるの。研究所に入ってるわ、これ、アビリティさんが。時短し忘れた。というわけで、クイーンビー使います。次からアビリティさんになります。なんだこれ。普通に、ミスです。まあ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 。アビさんなくてもね、強いんで。あー、めんどくさいからやっちゃった。あそこは倒せるでしょう。そこも倒してほしいな。あー、来ましたね。潰れんの窓が。ダメだよ、それは。窓回復。オッケーオッケー、いいよいいよ。さあ、窓頑張ってくれましたね、だいぶ。まあ、ここはやられるのはしょうがないですね。あいつ強すぎ。さてと。あ、砦削ってくれるのかも。さあ、パワードで。あー、うまいね、そこ押さえてくるの。まあ、そこはもうしょうがないとして。まあ、どうせパンダいるんで、あのブルードゴーストで倒しましょうか。さあ、ここゴス出して、ここもゴス行こうかも。パンダが無理だからね。さあ、ここで魔導騎兵置いて、ここでパワード置くか。ここでクイーン行こうか。今パワードで、あれ、吹っ飛ばしたんで、このパワードの吹っ飛ばしから前に送り込んでの、麻痺を叩き込みに行きたい。さあ、クイーン行ってるよ。さあ、ここでレドラ、倒したいよ、これ。いいんじゃない？さあ、いいね。パワードスーツも頑張ってくれてる。さあ、流していこうか。レドラの灼熱入って。あ、取られちゃう。取られちゃうけど。あ、取り返せないか。残念。というわけで楽勝ですね。あ、これででも残り2時間あった気がするんで、時短成功するんで、クイーンのアビさんになりますから。はい、というわけでね、こっから、クイーンビーアビさんです。やってきます。ちゃんとアビリティさん、やってきます。いやもう、アビさんだと思ったのに、すいません、なんか。アビさん行きまーすで、ガチでアビさんがと思って行ったら、あ、ちげえ時短してねとか言って。あ、でも、ちゃんとね、さっきのね、1勝目で時短だったんで、アビリティさん、ちゃんと受け取ってきましたんで大丈夫です。ちゃんと受け取ってます。光ります。はい、光りました。行きましょう。足は引けてませんが、虹バッチのユウスケ引いてますね。最近動画上げましたね、虹バッチのユウスケ。かなり強いんで、行きましょうか。ユウスケもね、コラボ、復刻来ても、おかしくないよね。お、それ取れんじゃね？取れたけど、この、硬い奴らを倒すのがかなりきつい気がする。ただ、ディケイドが頑張ってる？あ、偉い、ディケイド。さあ、ちょっとワンパンにされてしまったんですが、ただ、ディケイド頑張ってくれてるので、お許しください。そこも倒してくれた。で、ここ問題だね。ここ、ウィッチとりあえず行くとして。さあ、ドン。いいよ。これ、ユースケ行こうか。そこは削ってもらって、これレドラ行こうか。さすがにね。クイーン行っちゃおう。
オッケーオッケー。おお、ミラーだ、まさかの。じゃあクイーンにパワード合わせてパワードアタックでダメージ勝ちに行こう。倒す。で下のパワード行こうか。ああ、もう削れてる、なるほど、取れる。ほい、押さえて。これはさすがに行きましたね。ちょっとこのね、パワーアップスーツが狩られるの嫌なんで、ウィッチの隕石を狙いたいなと思うんですけど、あ、どこか行っちゃった。届いてな、射程届いてなかった。まあ大丈夫でしょう。というわけで、完全勝利です。ありがとうございます。はい、それでは続きましょう。3戦目。まあ、クイーンビーのアビリティさんが、後部を HP アップなんですよ。まあ、単純にステータスが上がると。まあ、火力が上がって、耐久値が上がって、まあ、スキル発動率アップではないんですけど、まあ、リーダーでね、スキル発動率はまあアップしてますんで、そう、基本的に大型のアビリティさんは、スキル発動率アップよりも攻防 HP アップのキャラの方が強いって言われてますね。まあ、もちろんキャラによるのかもしれませんけど、アビリティさんはそっちの方が優遇されてるんじゃないかとは言われてます。やっぱステガー側では大事ですね。スキル発動率って上がってるって言うても結局運なんで、ステータスは裏切らないですからね。運じゃないから。さあ、撃ちましょう。まあ、下は飛ぶでしょう。さあ、ユースケ。あっぶねー。さあ、剣士、裏技も出して何とかしてくれよという感じでヘッチ切って。あの、こんな剣だったらもう、あれだな、あ、でもヘッチ行ってくれた？あ、行ってない。あ、行った行った行った。OK、OK、OK、いいよいいよ。ただ、あー、わお、倒せてない。じゃあ、ここ、ユースケ切って、で、このユースケによって、お相手がケルベをもし切ってくれたら、レドラ行きましょう。はい。で、灼熱撃ってくれた？レドラ何やってんの？君。え？そんなことある？これ当たっちゃうんですよね。まあ、クイーンが今、ちまちま頑張ってくれてるんですけど、これ当たっても良くねえんだよな、マジで。うおー、さすが、アビさんクイーン。倒してくれた。さあ、そのままやってくれ、頼む。アーチャー、飛んでくる、そっちじゃない。そっちじゃないよ。そっちじゃないよ。あのアーチャーの軍団やってほしかったのに。さあ、ぐずって、奥に、違う、金木が強くて、アーチャーをやれてない。オッケーやった。いいよ。この下ライン止まんないだろ、さすがに。まあ、あんなブルードなんて放置だよ。無理だわ、もう無理だもん、あれ。これ干渉するしかないから、これ。干渉狙いに行くよ。さあ、虹アーチャーちょっとめんどくさいですけど、さすがにバサカ3体行ったら止まんないでしょう。というわけで、ダメージレース、後ろは放置して、干渉ならのみ。完全勝利、ありがとうございます。いや、クイーンビーめっちゃ頑張ったね。サタンガール。結局ね、殴られちゃったんですけど、やってくれましたね。はい、それではラスト行きましょうか、ラスト。いやはや。頑張りましょう。クイーンビーレドラって、もうめちゃめちゃ相性いいんで。わー、ちょっと気になるな。行こうか。カウンターダブルなんですよ、大型が。まあ、もちろんカウンター以外に自分から攻めることもできるんですけど、基本的にカウンターがね、すごい強いって言われてる大型なんで、両方とも。その大型たちに対してカンガルー。ほら、カンガルー、きついでしょと。なんとかするんだったらカンガルーに大型使わなきゃダメよ、みたいな状況を作って、使わして、からの、大型カウンター。まあ、取れなかったんですけど。さあ、カンガルー、カンガルー、マタンゴね、なるほど。トレントガールが来ましたが、大丈夫。トレントガールはそこまで問題ない。さあ、これレードラでドン。後ろも剣士ドンと見て。トレントガールめっちゃ下がってんだけど、そんな下がる？
それ毒食らわずに倒しきれるでしょ。オーケー、素晴らしい。さあ燃やして燃やして、でイフリットは多分爆発入ると思う。入ったね。しかもそこまで行くならばさすがにレドラ行くでしょ。それが来ちゃうならちょっと悩みどころなんだけど、でもまあそれ倒せればいいや、ひとまずね。でそこ、あ、死んでない、死んでないですか。ここでクイーン、バサカガサね、やりに行こう。何かされる前に。OK。いいよいいよ。さすがにもう勝ったでしょ。まあ、お相手のね、サイが育ってなかったってのもあるんですけど、まあ、育ってなかろうがあろうが、大和田戦はいい感じ。レドラが死んでたのちょっとびっくりしたけど、トレがやりきれなかったね。カニの跳ね返し相当食らったっぽいな。はい、というわけで、完全勝利でした。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。クイーン B のアビリティ3でした。交互 HP アップする女帝ですね、クイーン B のアビリティ3。はい、まあ、かなり強いです。今期ね、キャラグラやってますんで、このキャラね、ちょっと今期キャラグラ少しやろうかななんて思って、はい、最近までずっと強 P を常にね、最先端を走ろうかなと思って、まあ、1位2位3位をずっと狙い続けて、どんどん強 P の更新をね、全体の更新を狙っていくみたいな、不正なしの、はい、をやりたいなと思ってたんですけど、もう青天井じゃないですか。一生インフレ続けるだけで、正直どこまで上げればいいの、うん、関係ない、ランカーに入ってればいいんじゃないみたいになってるんですよ今。じゃあキャラぐらいやろうかなって思って、いろんなキャラ使えるし、なのでそのために、前回のサイクロガールもしっかり、今回のクイーン B もしっかり、アビリティさん作りましたんで、使っていこうと思います。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。